その他の出演者の方としては、まあ、このような方々が名前が挙がってますね。公式サイト、Q さんの公式サイトとかではね。あと、まあ、そうですね。山田五一さんっていう方は、事件記者のガンさんの役だったんですね。それからこの番組では、まあ、その他大勢的な役みたいだけども、この後すぐに始まるね、昭和40年かな、始まる同じく日本テレビのドラマで、風来坊先生っていうのがあったんですけどもね、ドラマで。まあ、青春ドラマの元祖みたいなドラマなんですけども、確か青春とは何だより早いんじゃないかな。昭和39年か。だから、青春とは何だより早いですよね。そこで、まあ、主役の先生の役をやってるんで、だから、まあ、夏木陽介さんよりも先に日本テレビの青春ドラマの元祖先生役みたいなことはやってたんですよね。ただそれ当たらなかったんで、まあ、歴史には、テレビ史には残ってませんけれどもね。で、次の村田正夫さんっていう方は、このなぜかね、3代目らしいんですよ、ウィキペディア見るとね。初代村田正夫さんっていうのが、まあ、明治の俳優さんでいらしたらしくて、で、それ代々受け継いでんのかな？実際の子供さんが受け継いでんのかなんか分かんないけど、落語家みたいに名跡を継いでんのか分かんないけども、この村田正夫さんっていうのは3代目の方みたいですね。それから長谷川昭夫さんという方は、まあ、やはり脇役の方らしくてね、いろんなドラマで脇役を演じてらっしゃるようですけども、面白いのがね、仮面ライダーブラック、昭和63年の仮面ライダーブラックの16話で柳博士っていう役をやってるらしくてね、また博士っていう、前回の、たまたまなんだけどね、前回のオイラジロ長、あれ TBS ですからね、たまたまなんだけど、あそこでも脇役の方々の中に、後に博士役をやる人がこんなにいますみたいなことを話したばっかなのに、ここでもなぜか後に博士役をやる人が出てくるっていうね。まあ、そんだけ脇役の博士ってのが多いってことなのかな。それから池田雅子さんは後に声優さんとして有名になりますよね。メーテル？銀河鉄道999のメーテルの声の人だと思います、多分ね。それから勝田久志さん、この方も後に声優として有名になる方ですが、ね、まあ、私なんかの世代だと、鉄腕アトムのお茶の水博士ってことになりますね。で、勝田さんはそうやって声優の、まあ、元祖みたいな人ですから、ね、第一作、鉄腕アトムでお茶の水博士やってますからね。だから、その声優塾みたいなのを作って、そしてそこから数々の有名声優さんをお育てになった方です。だから、まあ、ご生前はね、まあ、声優界のドンみたいな感じのところがありましたね。まあ、そういう顔ぶれの方々が出てますが、この方たちの配役についてはちょっと今のところよくわからないっていう感じですね。ただ、まあ、皆さん、まあ、子供たちの、久助とか、それから、まあ、あるいは長男、長女たちの同級生とか友達とか、そういう感じだと思うんですよ、おそらく。池田雅子さんについては、まあ、準レギュラーみたいな感じだったみたいだから、まあ、出番は多かったと思うんですよね。だから、久助の大学の仲間とか、友達とか、そんな感じじゃないかなと思うんだけれども。さあ、ちょっとその他の話題に触れてみたいと思うんですが、まず加藤美千恵さんについてなんですけどもね、まあ、多分新人だったと思うんですよね。で、当然ね、出始めの頃、こうやって 3、2、1。それがほら、いきなりこの「教授と次男坊」という、まあ、坂本九さん主演で注目されるドラマの中で、まあ、ガールフレンド的な役だったのかな、ちょっとよく分かんないんですけども、まあまあ注目される役をやってたってことでね。で、最初の頃は本当にこうかなりね、メディアにも取り上げられていて、その記事をちょっとご紹介したいと思うんですけども、これ昭和37年1月3日、新春の記事ですよね。だから、まあ、今年のホープみたいな感じで、女性タレント今年のホープとしては、加藤美千恵、村田貞恵、小林徹子の3人が挙げられると、ね、もう筆頭に書かれてますね。加藤美千恵は日本テレビ「教授と次男坊」で坂本九、有島一郎などと女子大生の役で共演しているが、実生活でも日本女子大の1年生、昨年の3月、ミス眠り姫コンテストで1位に入賞、日本テレビの今村制作部長に口説かれて、9月からテレビ出演したと書かれております。
ミス眠り姫コンテストってどういうコンテストなんだろうね。まあ、とにかくまあ日本女子大の1年生で、その眠り姫コンテスト1位のなのもまあ注目されて、日本テレビの今村制作部長がスカウトしたってことですね。眠り姫コンテストも友達に推薦されて、テレビ出演も嫌々口説かれてというわけで、自分から進んでタレントになったわけではない。だから仕事に欲がないのが玉に傷だが、すでに東方松竹の2社から映画出演の話があったほど筋がいい。仕事には熱心だが、有名になることやお金を儲けることにはさらさら興味がないという、今日では希少価値に属するお嬢さんである。目下一番興味のあるのは食べること。お小遣いは月約2000円ほどだが、その9割5分は食べることで消えてしまう。彼女をスカウトした今村製作部長も、いつまでたっても最初の頃とちっとも変わらないういういしさがある。性質も素直だし、その気になったらきっと大成すると思いますと、ベタ褒めであるというふうに書かれてるんですけれども、多分ねこのあとすぐにね芸能界辞められるんじゃないかな。調べてもあんまり足跡がないんで、まあ、こんだけね将来を嘱望されていたんですが、ここの記事に書かれてるようにさ、仕事はまあ一生懸命やってらしたんでしょうけども、その有名になることとかお金を儲けることにさらさら興味がないっていうのは本当だったんでしょうね、多分ね。だからこの教授と次男坊で注目されたけど、なんか これじゃなくていいやみたいな感じだったのかもしれないですね。なんか私の生き方とちょっと違うみたいなところがあったのかもしれないですね。それでまあすぐに女優さんを辞めてっていう感じだと思います。なんか後を追えないので、まあその理由みたいなのが伺える記事なんでご紹介したんですけどもね。ここでお知らせをご覧ください。そして最後に主題歌についてね、ちょっと触れておきたいと思います。詳しくね。と申しますのはね、この時点でね、私がこの吹き込みをしている時点で、まだウィキペディアさんの教授と次男坊の項目で主題歌が明日はあるさになってるんですよ。明日があるさ。坂本九さんのヒット曲の一つのね。その私ブログでね、違いますよって指摘したの何年前だっけ ?2014 年の4月だからもう7年半前だ。7年経ってもまだ治ってないんですよ。なんで?で、じゃあ明日があるさ、歌のね、歌の方の明日があるさの記事を読んでみたらば、そちらではちゃんとね、バラエティ番組の夢を育てようと明日があるさの主題歌というふうに書いてあって、で教授と次男坊の主題歌ってことは書いてないから分かってるんですよね。分かってる人がその楽曲の方の明日があるさの記事を書いている。ただその情報源どこなんだっていう話なんだけどもね。出典が書いてないんだよね。どこでそれを知ったのって、夢を育てようの主題歌ってことをどこで知ったのって思うんだけどもね、うち以外に書いてねえだろうと思うんだけどね、何なんだろうなと思うんだよね。なんで出典で書けないのかね、ここをね。不思議しょうがないんだけど。だからまあ別に出典で書かないでいいけど、そしたらここから仕入れた話だけで書くなよと思うんだよね。不思議しょうがないんだよね、本当にね。どういう姿勢なのかっていうのは。まあそれはいいんですけど、この番組の主題歌が明日があるさっていうのは実はね、まあ、ブログの方でも書いたんだけども、ある CD のね解説書になぜかそういう記事があったので、その記事については他のところは信憑性あるんで、もちろんね CD の付属の解説書なんで、でそこだけなぜか間違ってるんですよね。なぜか分かんないけど、どうしてそんなこと書いたのかが謎なんだけれども、だってさ、明日があるさっていう楽曲はこの番組が終わってからしばらくしてから発売されてるから、この番組の主題歌のわけがないんですよね、絶対に。なんで最初の記事でそうなってたのかよくわかんないんだけれども、でまあその記事を元にしちゃうと、そのまんまこのね教授と次男坊の主題歌は明日があるさっていう風になっちゃうわけですよ。でさらにウィキペディアさんがそのまま書いたから、それがさらに広まってさ、教授と次男坊主題歌は明日があるさっていうのがどん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 広まってるわけよ。で未だに広まってんでしょ。でも坂本九さんの公式サイトの方ではきちんと書いてくださっていて、まあ、主題歌はね、僕は我が家の次男坊、ね、主題歌は僕は我が家の次男坊っていうね、歌っていう、ね、で作曲はもちろん泉拓さん、この番組の、ね、音楽担当である泉拓さんが作曲している主題歌ってことをちゃんと
ね、Q さんの公式サイトが書いてるんだから、そろそろさ、ウィキペディアさんの方もさ、そっち出典で書き直した方がいいと思うんですよね。まあ、当時は、私がブログ記事書いた当時は、確かテレビドラマデータベースさんも、主題歌は、あれだね、僕は我が家の次男坊と明日があるさと2つ書いてたと思うんだけども、さっき確認したらば、明日があるさ削られてたんで、やっぱり違うっていうのが分かったんでしょうね。だってレコードの発売日がおかしいもんね。だからテレビドラマデータベースさんの方は修正されてますが、ウィキペディアさんの方は修正されてないというね。まあ、もし修正できる人がいたら修正しておいてあげてください。出典は坂本九さんの公式サイトの方でありますんでね。でもう一つね、その当時記事の証拠というのをここにご紹介したいんですけども、まあ、ブログでも軽く触れたんですがね、この記事は昭和37年11月23日夕刊の記事なんですけども、読売新聞のね、有島さんと坂本九さんがインタビューに答えるという記事でございますけども、まあちょっと長いんだけども全部読もうかな。どうしよう。まあ主題歌のところだけご紹介しますか。主題歌のところだけご紹介するとね、ここの部分ですね。有島教授は普段は主題歌の通り優しいいい親父だがって書いてあるんですよ。優しいいい親父だが、九助が他人に迷惑をかけるようなことをした時だけは厳しく怒るというふうに書いてあるわけでございますね。だから主題歌では有島教授のお父さんは優しいいい親父っていうふうに言ってると、主題歌ではね、そういうふうに書いてあるんですよ、当時の放送当時の記事でね。ところが明日があるさってさ、そんな部分詩がないでしょうちの親父はいい親父なんてそんな詩ないじゃないですか、明日があるさの中でね。でもう私はこの記述見て、ああ絶対に違うなって、明日があるさが主題歌ってのは絶対違うなって確信したし、でなんかね、このドラマの独自の主題歌があるんだろうなとは思ってたんですけども、そうこうしてるうちに坂本九さんの公式サイトを見つけて、あ、僕は我が家の次男坊ってちゃんとした主題歌があったんだなって分かったわけ、ね。で、まあそういうことをその先ほどのブログの記事に書いていたらば、あのブログではね、いろいろと本当にいろんな方からいろんなね、有益なっつうかな、貴重な情報コメントをいっぱいいただいたんですけれども、この教授と次男坊でもね、本当に、おお、すげえ、ありがとうございますってコメントあって、なんとね、日本テレビ開局25周年記念番組の中で、一部分だけだけども、流されたっていうふうに、そんなコメントいただいたんですよ。しかもそれ YouTube 上に動画があるって言うんでね、その動画まで教えていただいて、で動画のこの部分に流れてるっていうふうに教えていただいて、聞いたらまさに Q さんが歌ってる主題歌が一部分だけだけどね、うちの親父はいい親父ってね、僕は我が家の次男坊って、そんな歌なんだけど、ね、それが流れてるんです実際に。ちなみにその動画今でも YouTube 上に健在ですので、まあ、興味おありの方はね、後でご覧いただければと思いますけどもね、日本テレビ開局25周年記念番組という動画でございますよ。それの10分過ぎぐらいかなで流れてますね。ということで、まあ、この番組の主題歌は僕は我が家の次男坊で、もう確定なんですよね。確定事項でございます。で明日が春さは番組がしかも終わってから発売されて、終わってすぐじゃないからね、終わってすぐとかだったらまだ可能性あるんだけど、終わってすぐじゃないから、終わってもう半年ぐらい経ってから発売されてるでしょ。だからね、この番組と明日があるさは全然何の関係もないっていうのが私の、まあ、現段階での判断なんですけども、ただね、その CD の解説書には確かにそういうふうに書いてあったから、でその解説をしている方は何かを元にしてそういう記事を書いたのか、あるいはご自分の記憶でそういうことを書かれたのかよく分かんないけども、何か根拠はあったんでしょう、その人なりのね。そこを知りたいとこだし、でまあ 100% ありえないってこともないからね、この番組で明日があるさが作られて、まあでもありえないけどね、中村八大さんでしょ明日があるさってね。泉拓さんが音楽担当している番組でさ、むしろライバルである八大さんの
歌をさ使うわけないんだよね。常識的に考えてありえないんですよね。 100% ありえないですね。やっぱりないですね。うん、まあ断定して大丈夫ですね。この番組と明日があるさは何の関係もないですね。まあとはいえね、まあそうやって記事を書いた人もいるぐらいだし、何かしらのね、つながりがもしかしたらあるのかな。もしあるんだったらば、それをご記憶の方いらしたらば、ぜひね、コメント欄で教えていただきたいですね。明日があるさ、この番組でこういう疲れ方してましたよっていうのを、もしご記憶の方いらっしゃれば、いないと思うけど、もしいらっしゃったらね、ぜひコメント欄で教えていただきたいと思います。岩崎宏美さんの我推しベスト10という形でやってみたいと思います。岩崎宏美さんが歌った昭和のね、楽曲の中で、